劇場版の新馬娘の元ネタってある？に対するみんなの反応。誰？ポッケサンク。王権ブルースリー、ジャガーメールはわかるけど島がわからん。島ちゃん牝馬だけど、お待たせしましたちゃんじゃないよね？もしかして、お待たせしました。王権ブルースリー、お待たせしました、ジャガーメール説がある。てか星三つの髪飾りだし、お待たせしました確定では。喉のほくろでしょ。ジャンポケ斎藤の好みはもっとこう、あれなはずだ。一致ですね。ガチじゃん。違和感がない。牝馬だしマジでお待たせじゃないか？斎藤さんなら、馬主特権でダイヤちゃんみたいなゆるふわ清楚にならなかったんですか？って言いそう。ポッケはタイプじゃないってのクソ笑ったわ。正直でよろしい。ポッケは清楚でもグラマーでもないから仕方ないね。でもジャングルポケットという馬の擬人化がお清楚でグラマーだったら、解釈違い起こすだろ？俺が清純派じゃないって言いたいのかどんなに反応してたから、ちょっとよくわからなくなってきた。どんなは斎藤好みのバインバインだし。どんなわけら知らない状態でビジュアルだけ見せられたら、お清楚グラマーやろ。丸善にもダスカにも惹かれてたんだ。バインバインは強いんだ。自分の娘に欲情したらあかんから、壁から外れるよう配慮した結果だぞ。お待たせちゃんは娘みたいなもんだからな。てか3期に出てた斎藤さんの娘設定がありえるのか？お待たせしましたちゃん。現役での馬娘化は2年ぶり2頭目の快挙だよ。三冠牝馬レベルだよ。ブルースリーの文字制限か。三大文字数足りない。王権ブルースリー。カルストンライトー。待ちかねタンホイザー。タンホイザーが一般的だけど、タンホイザーが間違いとまでは言えないし。いやドイツ語の青タンボインで読んだら間違いでしょ。それはあくまで慣習的なカナテン社というか、実際のドイツ語のアーの発音はタンボインなんよ。多分英語のアーが語中では一般的に超母音化するから、それに引っ張られてる感じ。実はというと英語のアーも語尾ではタンボインだったりする。名称ビトリア。ファビラスラフイン。カツラの排泄庫。ディーマジェスティ。日本ピロムーテー。かわいい。芸を手にして2文字も節約。節約した割には音的にもまだ近い部類なのは見事かも。そういや U1 以外で唯一シーガリオに騎乗した、吉田実元ジョッキーがお待たせちゃんに乗ったんよな。メイちゃんは多分トールポピーの方だよ。どこに目といが。ポピーは5月の花だから？カチクラのオークスとかポピーの開花時期が5月だからという説らしい。少なくとも左耳飾りだから、ジャガーメールではなさそう。言われてみれば髪飾りの花もポピーっぽいのだな。トールポピーから文字取ると変な名前にしかならないから、ひねって名にしたんかな。アチョーくんが本当にアチョーしとる。ゴンブと優勢がないあたり、まだ加盟感あるね。喜べ、マナトシンの姿の解放が残ってるぞ。あんまり寄せすぎちゃうと、いつか正式に王権ブルースリーとして馬娘化しましょってなった時にあれ。ルーちゃん、あたしさ、阪大3回出たんだけど、1回やべえやつを見たんだよ。レース途中どっか行ったと思ったら、4コーナーあたりで横にいたから思わず叫んじまった。なぜよう見るのだ、カンフーの民よ。ルーちゃん、カンフーじゃないジー君どうだ。二度と間違えるな。冗談も出るんかな？それ言うたらダスカも必要になってくるな。赤い馬娘も欲しくなるな。震えるおっか。赤の欲望ちゃん、名前と父親からして矢印向ける人物への感情が重そうで大変良い。ルーちゃんガード甘くない？大丈夫？浦川優春ビレッジがルーに反応してる。適当な名前とモブデザインにしてる意味なくなってて草。王権ブルースリー可愛すぎる。あとチケゾーの誕生日に合わせて牧草寄付やってたのか、気づかなかった。アイルさん反応してくれてて嬉しいな。
三人娘になってるのは芸人のジャンポケ要素、トリオ芸人っぽい。オーケンブルースくんは今浦河優春ビレッジやし、何よりウォッカとも関係あるから、デザイン変えてマナ登場は普通にありそうだわ。今後話を作る上で必要そうなディープスカイやローキンとも対戦経験あるし。マジ、サジ、バーツ。手ごわいシミュレーション来たか。バーツはしばらく使える。バーツはリメイクで最強クラスのユニットに化けたぞ。何があっても食欲落ちなさそう。今から馬主になって持ち馬が馬娘になるには何年かかるんだろう？って望んで馬主目指す人が増えたらいいな。ハッピーミーク、リトルココン、ビターグラッセ、馬ぴょい。先手必勝。逆輸入だから馬娘になるではないんだよな。馬主という究極の推し活。ジャガーメールは微妙なのはともかく、残り二人に優勢がないのは脇役だからですかね。育成キャラにする気があるなら本名で出しているし、お待たせちゃんの実績だと難しいから、ファンサービスと受け取っている。田辺トレーナー六平さんに似てる、まさか、な。島ちゃんかわよよよよよよよ。大昔のアニメで南の虹のルーシーの主人公が、ルーシー名って言うんだよ。知ってる人いなくて寂しい。流星ないからお待たせしましたなのかの確証が取れんな。どこぞの惑星中学スケバン3人組感ある。これは当選冗談も出てきそうやな。それぞれジャンポケ3組等の要素合わせてるって説もあるみたい。自分の馬が美少女化してアニメに出るって、羨ましすぎるんだよな。流星の中のほくろじゃない、癖のありすぎるほくろ。そうかお待たせちゃんかこれ。ルー、オーケンブルースリの、ルー、しま、お待たせしましたの、しま、めい、ジャガーメールの、めい。何を驚いてるんだろうと思って見てたけど、カンフーっぽいポーズだったのか。一旦気づいてしまうと、あまりにブルースリー要素が濃いことにじわじわくる。推定ジャガーメールが左髪飾りなんだよな。そっちは多分トールポピー。ポピーは5月に咲く花。お待たせちゃん以外がビッグネームすぎる。つまり近い将来こいつが、オルフェイブルが戻ってきよったー、することになるのか。言いそうな顔してるキービジュでダメだった。シマちゃんのお父さんはお笑い芸人でいらっしゃる？オーケンブルースリは、普通に馬娘化できるくらい実績あるのに若干もったいないような。だからルーって名前なんじゃん。お待たせしすぎたのかもしれません。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。